テートブリテンジョン・エヴァレット・ミレー像。テートブリテンは、イギリス・ロンドンのテムズ・カハン、ミルバンク地区にある、国立美術館。テートモダンなどの美術館と共に、国立美術館ネットワーク、テートの一部を成している。建物は1897年に、ミルバンク刑務所の跡地に建設された。当初は、ナショナル・ギャラリーのイギリス美術専門の文館、ナショナル・ギャラリー・オブ・ブリティッシュ・アートであったが、 イギリス美術だけでなく世界の近代、現代美術を扱うようになり、1955年にテートギャラリーという名の独立した美術館となった。近現代美術専用の文館テートモダンが2000年にサウスバンクに開館した後、ミルバンクの建物はイギリス美術専門の美術館に組織替えされ、大改修の上2001年にテートブリテンと名称を変え再開館した。テートブリテンは、 1500年代のチューダー長美術以降、現代に至るまでの絵画を中心としたイギリス美術を時代順に展示している。ウィリアム・ブレイク、ジョン・コンスタブル、トマス・ゲインズ・バラ、ウィリアム・ホガース、ダンテ・ゲイブリエル・ロセッティほか、ラファエル・ゼンパの作品が揃っている。テイトの所蔵品の中で特に有名な作品は、ジョン・ウェイバレット・ミレイによるオフィーリアや、ジョン・ウィリアム・ウォーターハウスによる シャーロットの女である。また、ターナーの寄贈した初期から晩年までの充実した作品群は、専用のウィングである、クロアギャラリーに常設展示されている。20世紀半ば以降のデイビッド・ホックニー、ピーター・ブレイク、フランシス・ベーコンなどや、現代のトレイシー・エミンに至るまで、幅広い年代のイギリス人美術家の作品もが常設展示されている。テイト・ブリテンは、 他のイギリスの美術館やテートンの美術館同様、普段美術館に来ない人々も来てもらえるような活動に取り組んでいる。レートアット盾は毎月第1金曜日に開催している夜10時までの夜間会館で特別展の入場料は半額の上、ライブやパフォーマンスアートを行っている。テートブリテンは毎年ターナー商店と呼ばれる美術展も主催している。これは 理事会が選んだイギリスで活動する50歳以下の美術家4人を取り上げる展覧会で、その中からターナー賞を1名に送っている。テートブリテンとテートモダンの間は、テムズ川を行き交う高速船、縦2縦サービスがシャトル運行している。ありがとうございます。